おラケタールコムイスターの皆さん、こんにちは、みこです。今日はですね、関係代名詞のけと関係副詞のどんでの違いについてお話をしたいと思います。例えば、こんな文章があります。てんごうなかさけ、てえねしんこびたしおねす。えすらかさ、どんでなしおみあぼえろ。同じかさやのに、なんでこっち、けがついたり、どんでがついたりしてるんだろうって思いませんか ちょっと不思議ですよね。まずその文法ルールとして、こっち、天国な傘系の方は関係代名詞と言います。プロノンブレレラティブで、エッら傘スラカドンデの方はこちら関係副詞と呼びます。あと、ベルビオレラティブボ。ちょっとね、文法の構文の種類が違うんですね。 では、まずはの、関係代名詞の方からね、文章を見ていくと、この文章実は、てんごうなかさ、らかさ、tn, しんこ、あびたシオネスっていう二つの文章からなってます。で、共通しているのは傘という単語だから、これ一つにまとめることができるね、ということで、てんごうなかさ、ティ tn, しんこ、アびたシオネスという文章を作ります。 文法的なお話をすると、この県のことを関係代名詞と呼びます、呼ぶわけですね。で、毛のうにあります、傘を先行し、アンテセデンテと呼びます。で、このケっていうね、シンコアビタションネスというの関係説。英語なんかではね、よく形容詞説って呼びますよね。なので、傘のことを、なんかこう形容詞的にね、説明してるみたいな感じになります。 で、ここ、この毛の部分が関係詞の主語の役割。まあ、カサの部分を指してますよね。ラカサティエネシンコアビタシオネスっていう文章です。これに対してもう一つのエサエスラカサードンでナシオアブエロ。これね、分解したらエサエスラカサミアブエロナシオエンラカサ。 っていう二つの文章になって、これさっきの文章とだいぶ漢字が違うの分かりますかこれがやっぱりね、その福祉っぽいというかね、いうような表現になります。文法的に紐解くと、まあ、どんでっていうのは関係副詞ですなので、代名詞じゃないんですよね。で、まあ、傘は同じように先行詞、アンテセデンテという役割を果たしております。で、どんでの先行詞というのは主にやっぱり場所が来ますね。傘、風、レストランテ。 でね、よく質問が多いのは、その同じ傘の毛とどんでの使い分けがやっぱり分かりにくいですっていうお話なんですけれども、どんでっていうのは味に言い換え可能です。なので、えさえすら傘、どんでなしを見やぼえろ。このどんでの部分ですね。なしを見やぼえろ味。見やぼえろなしを味っていうふうに言い換えられるのが、どんでを伴う方の文章です。 ではちょっと問題をね、解いてみたいと思います。こちら。Estamos en un hotel? nos recomendaron。Estamos en el hotel? trabaja Elena これそれぞれに、ケイか donde が入ります。皆さんどちらかわかりますかどちらか donde の方は、a 味の方に言い換えが可能です。ちょっと考えてみてください。 正解はこちらです。Estamos en hotel que nos recomendaron. Estamos en el hotel donde trabaja Elena これやっぱ Elena a レナトラ a ハージーに言い換えれますよね。で、nos recomendaron はジーだと、あの、私たちこのホテルにいるよ。彼らが私たちにおすすめしたホテルにいるよっていう文章にならないんですね。このケースだと。 であのー、こういう風にね、使い分けていけます。で、皆さんぜひぜひ、いっぱい例文を作って、ご自身で使い分けてみてください。で、その後はね、ぜひ先生とかにチェックをしていただいて、合ってるのかなっていうのを見ていただくことをおすすめします。それでは今日はこの辺で、a ち i す s p o や v ポ r m ルミ i ビデオ。ちゃお